はい、皆さんこんにちは、マダルギルビーチです。では今回は新ギレンデをベリーハードチャレンジ逆者アムロ編続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですね、反地球連邦組織これを鎮圧していたところなんですけども、シャアがこれサザビーですよね、持って出現しています。でこのシャアのサザビーに関しては3ターン放置しておけば、イベント自体は先に進むんですが、これ撃破するとですね、発言ポイント10万、めちゃくちゃでかい数字もらえるので、今回、ベリーハードではありますが、このシャアのサザビ、撃破を狙ってみたいと思います。では早速、始めていきましょう。まずアムロをはじめとしたこの、リガ水体ですね。これで攻撃を当てられるかどうかというのがね、疑問になってくると思います。神指団の将来を狂わせたのを知らないわけがあるまい。無論だ。しかし、いかに優秀な才能を持っていても、大衆の中にいては飲み込まれてしまう。それが現実だ。ふん。今まで隠れていたのも、貴様自身が大衆に飲み込まれるのを恐れていたからじゃないのか。どうとでも言うがいい。カミーユはね、劇場版の中では精神崩壊を免れていますが、いわゆるテレビ版、原作版だとね、精神崩壊しちゃってますからね、まあ、そのあたりの描写なのかなと思います。で、まずバナージ、これ全別に上げて、攻撃をなんとか当ててもらいたいですね。索敵。もしくはアムロの検知の方が確実かな。これで、サザビー。索敵済みになりましたね。サザビーの耐久、運動、このあたりはさすがですが、シャア、レベル13になってこの能力、これの方が脅威ですよね。一方、アムロもですね、着々とレベリングはしていて、レベル15まで上げています。バナージもレベル15まで上げていますね。さあまずはここでアムロとバナージがどれくらい攻撃を当てられるかに注目していきましょう。3ターンしかないので、まあ、最低でもやっぱり3分の1は削らないといけないところなんですけどね。まず支援攻撃含めほとんど当たってないな。バナージの格闘ではシャアにダメージ与えることができない。これがベリーハードだな。そしてマップ攻撃を食らい、撃破されたものはないと思いますが、無条件でダメージを受けるのできついですよね。これはベリーハードとシャアのサザビーに射撃一発すら当てるの無理だな。強すぎる。というわけで、まあ残念ではありますが、まあここはですね、シャアの撃破は諦めましょう。モビルスーツ隊は壊滅ですね、アムロも含めて。報告します。シャアの艦隊が移動を開始しました。はい。もうこれはね、3ターン、完全に放置したパターンになります。これ以上は時間の無駄というものだ。何を。私の艦隊は間もなく水道太田への移動を終える。もはや止めることはできん。今こうしたのは昔からのライバルである戦友でもあった君には直接伝えなければならないと感じたからだ。押し付けがましい。地球を潰すつもりなら俺はそれを阻止してみせる。結構。阻止できるものならしてみるのだ。
シャアの動向調査完了です。発言力は1万。まあ、先ほどお話した通り、シャアをね、撃破できれば10万手に入るところなんですが、まあ、とても太刀打ちができるレベルではなかったですね。難易度を下げて、あとニュータイプかつ狂気体を介入させれば、まあ、撃破はできたのかなという思いはあります。周辺区域の安全が確認されました。本艦はこれよりロンデニオンへ向かいます。至急帰還してください。了解。アムロたちですが、ロンデニオンへの帰還完了しています。ではこの辺りで一度舞台を再編確認しておきましょう。まあ、リガ髄、ユニコーン、この辺りは全く問題ないんですが、戦力的にはどうなんだろう。ジェガン、リックディアス、この辺りは新しい機体に変えていきたいところなんですが、養成できるものに変更はないですよね。モビルスーツ、まあ、ジェガンだったらもうちょっと静観したいかな。報告します。軍司令部に通信が入っています。回線を回します。ロンデニオンへラーカイラム隊を派遣した。君にはそちらへ合流してもらう。しかしまた急ですね。何かあったのですか。君が接触したというシャアの艦隊のせいだ。報告を聞いたジョン・バウアーが恐れをなしてロンドベル増強に奔走したというわけだ。依存ないな。はっ。よろしい。では艦を移る準備を進めておきたまえ。さあ、ラーカイラム隊が来るということなので、ブライトと合流ということになりそうですね。緊急事態です。本艦周囲を不審な機体が取り囲み、次第にその数を増やしつつあります。モビルスーツ隊は本艦周囲の不審機を撃破してください。ラーカイラム隊と合流したかったところなんですが、その前に敵部隊の包囲を受けています。勝利条件、敗北条件、これは前までと変わらずですね。アムロのリガ髄が撃墜、あるいは母艦クラップ級が撃破されるとゲームオーバーになります。どうだろう、敵としてはリエルグとかジャムルフィンとか、まあ、これまで撃退してきた敵と同じように見受けられますね。発進していきましょう。主力となるユニコーン、これをどうだろうな、一番狂気体がいると思われるここリゲルグにぶつけましょう。まず敵戦力ですが、リゲルグのイリアがここにいます。まあ、強力な機体ですね。そしてデルダにリュウ、ジャブルフィンがここ、ここにはリガ髄体で攻撃を仕掛けます。なのでここにはちょっと見えていないですが、アリアスモアがいるんじゃないかと思われます。ジャムルフィンが思いのほかというか相当強敵に仕上がってるな。クラップ級に詰めてくるよな。やられた。一撃しちゃいましたね。ちょっと戦略で立て直していきます。こちら機関クラップ被弾しました。もう持ちません。ガー。ロンドベル隊はネオジオン軍の前に敗れ去った。シャアの計画は完遂され、地球は核の冬に見舞われた。地上の崩壊とともに連邦政府も消滅し、ロンドベル隊はその存在意義を失ってしまう。次々と投降、拘束されていく隊員たち。残存戦力で反抗を試みる者も現れたが、全スペースノイドの指示を取り付け強大となったネオジオン軍には抗いようもなく、すりつぶされるように掃討されていくのであった。はい、では戻ってきました。まあ、前回の反省点を生かして今回はジェガンを発言力の限りを尽くして要請してありますので、まあ、戦力自体はだいぶ増強されています。
まずはユニコーンだよな。このユニコーンでどれだけ、まあ、数を、そしてエリアを撃破できるかというのに、まあ、かかっているというのが正直なところにはなると思うので、確実に数を減らしたいですよね。まあ、もったいないですが、まず索敵をして、索敵がダメなら感知までして、これでエリアを、まずは、撃破したい。で、強敵なのがこの、ジャムルフィンなんですよね。まあ、なんとか、耐えしのぎたい。戦い切りたいっていうところなので、攻撃を当てていきましょう。で、クラップ級が直接攻撃を受けないように、クラップ級の周りにはモビルスーツ隊を展開して守りましょう。これでなんとかね、耐え切りたいところですね。バナージュのユニコーンで、キャラクター乗りのユニットをどれだけ削れるかというところになってくると思うので、まあ、効率を重視しながら、ユニコーンを有効活用していきましょう。ここは格闘をね、確実に入れてもらいたいですよね。ここまで強いか。強いですね。あとまあ一撃、バナージが攻撃を当ててくれていればというところだったのかなと思います。クラップ級が沈められた。これ最初に攻撃当てるのイリアじゃなくて、ジャムルフィンだな。ジャムルフィンの間接攻撃で今、クラップ級沈められましたよね。はい。では、三度戻ってきました。ジャムルフィンはかなりの脅威だというのが分かったので、まあ、最初に、ジャムルフィンに、ユニコーンで攻撃を仕掛けて、まあ、一撃でも二撃でもいいので、ダメージを与えてもらおうというところですね。で、ジャムルフィンは格闘を返されるリスクがないので、ここは、ブラウボーと、ジョブジョンも格闘攻撃当てに行ってもらいましょう。で、さらに確実に仕留めたいので、アムロ。これも、投入します。これで確実に、このジャムルフィン、撃破してもらいましょう。で、一方、このリゲル軍には手を出したくないですよね。やっぱりね、狂気体もう一個ぐらい入れないと、きつくなってくるのが、この、ベリーハードなんですよね。さあ、隊列、陣形組み直しました。これで、まずは、この強敵ジャムルフィンを撃破して、かつ、クラップ級を守り抜くっていうね、ところを目指していきたいと思います。まあ、キャラクターが乗ってないとはいえですね、クラップ級が溶けていってしまうっていうこの状況。まあ、ベリーハードゆえだとは思うんですけども、それにしても強すぎますよね。まあ、ジャンプピンが本当に強いぞ。ユニコーンガンダムで一機は確実に撃破してもらいたいな。格闘が一発しか入らないのか。ここはジェガンの要請は続けます。その上でまずはこのジャムルフィンを沈めたいよな。ユニコーンも行ってもね、3分の1ぐらい削られてますからね。倒せないのか。倒せない。ようやく一気ですね。
残るな。ただイリアが無傷ですからね。さあ陣形が徐々に崩されてきてしまっていますが、まあここはもう一押しして、まずは何としても強敵、あ、ジェガン D が来ましたね。ジャムルフィン残り2機、まずこれの受けたを優先しましょう。このままでは敵に取り憑かれてしまいます。完全に取り憑かれてるよ。バナージ危険だけど、ハヤトも危険だな。ジャムルビン仕留めるにはどうしてもアムロとユニコーンが必要だからな。ここでユニコーンでこのジャムルビン片付けられないと本当にきついですね。いや倒せないのか。倒せない。報告します。コンペイト方向に歓迎。新手か。いえ、この地球連邦軍の援軍です。ロンドベル機関ラーカイランです。ここでブライトが来てくれたか。ブライトか。ああ聞こえている。大丈夫か。俺は大丈夫だ。よく来てくれた。これより反抗に出る。援護を頼む。無茶するなよ。これで敗北条件がラーカイラム撃沈というのが加わりましたね。まあ、かなりきついところギリギリで間に合ってくれたという感じが本当にしますね。自分で操作は一切できなそうですが、それでも助かる。ジャムルフィンにとどめ刺したいな。刺せるかな。刺したいですよね。ここは見栄を張らずに本当にもう一つ強機体入れておくべきでしたね。ようやく撃破完了です。まあ、ただイリアがまだ無傷で残ってる状態なので、これもね倒さなきゃいけないって考えると、まだまだ予断を許さない状態ですね。ようやくイリアのリゲルフ撃破完了です。報告します。敵攻撃部隊の撃破に成功しました。俺はこのままラーカイラムと合流する。メラ回収を頼む。了解しました。アムロとブライトたちは無事合流し、ロンドベル隊の再編が完了した。最高のニュータイプと歴戦のたちを仕留める。ストナージがいますね後ろに。対ネオジオン最強の布陣が敷かれ、戦いは次の舞台へと移ったのであった。敵包囲部隊の撃破成功。まあ、何度もやり直しましたが無事攻略できましたね。発言力プラス2万です。アムロはラーカイラム隊への転属となっています。シャアは本気で地球連邦と戦うつもりなのか。シャアは俺たちと一緒にティターンズと戦ったが、あれで地球に残っている連中の実態が分かって本当に嫌気がさしたんだぜ。それは分かって、それで全てに決着をつける気になったんだよ。全て。ああ、俺との決着も含めた全てにさ。大変です。シャアがテレビに出演し地球への直接攻撃を示唆しています。なんだと。シャアめ、地球連邦の上層部を脅すつもりだな。出なければ地球を潰す気だ。ですがどうやって。それは分からんが、シャアはやるよ。だが奴がどんな手を使おうともその企みは阻止しなくてはならない。チェン、
月へ行ってニューガンダムの建造を急がせてくれ。はい、良い知らせをお待ちください、アムロ。緊急事態です。ディフセルナ付近でネオジオンの艦隊が捕捉されました。フィフスか、なるほどな。隕石落としという手があったか。もはや時間はないが、何としても阻止しなくてはならん。それをやるのが俺たちロンドベルだ。フィフス・ルナ、スペースコロニー建造で用いられたかつての資源採掘惑星である。ロンドベル隊はフィフス・ルナへ向かうネオジオン艦隊を捕捉した。シャアの計画に気づいた彼らは隕石落下を阻止するためフィフス・ルナへと急行する。地球の命運をかけた戦いの日々が切って落とされようとしていた。ラーカイラのアクリよりフィフス・ルナへ向け移動を開始します。モビルスーツ隊はフィフス・ルナが動き出す前に地表までたどり着き核パルスエンジンを破壊してください。はい、ここでフィフス・ルーナーの落下阻止作戦始まりますね。まあ、ちょっとここまでの戦いぶりからすると本当にきつい戦いになりそうですが、まあ、とりあえずこのまま頑張ってみましょう。まあ、何度も言いますが、ベリーハードの場合だとですね、狂気体を、まあ、最低でも2つ、2個投入するのがセオリー、鉄則だと思うんですが、今回だとユニコーンしかいないっていうのがあるので、なかなかきつい状況ではありますね。では、次回、フィフスルーナの落下阻止作戦をプレイしていきたいと思います。今回はここまでにさせていただきます。